レブロン・ジェームズ、レブロン・レイモン・ジェームズ、ラボーロン・レイモン、ジェームズ・エス・アール、1984年12月30日イ、は、アメリカ合衆国、オハイオ州、アクロン出身のプロバスケットボール選手。NBA のロサンゼルス・レイカーズに所属。愛称は、キング。背番号は、憧れだったマイケル・ジョーダンと同じ、23。以前マイアミヒートに在籍していた時は、 A 級欠番で着用できなかったため、6を着用していた。ポジションはスモールフォワードだが、ルーキーシーズンには、ポール・サイラスヘッドコーチによって、ポイントガードとして起用された。これまでに NBA チャンピオン3回、シーズン MVP4 回、ファイナル MVP3 回、オールスター MVP3 回のほか、数々の最年少記録、歴代記録を更新している。 バスケットとアメリカンフットボールに熱中した少年時代にレブロンはバスケットのコーチの家に居候するようになった。新しい環境でさらにバスケットの腕を磨いたレブロンはアマチュアアスレチックユニオンの大会で頭角を表すようになった。高校はセントヴィンセントイコールセントメアリー高校でプレー。レブロンは1年目からエースとなり20得点6点に リバウンドの成績でチームを、県引、27戦全勝で週の第3部チャンピオンに上り詰めた。2年目には25.2得点7点リバウンド5.8アシストと、さらに成績を伸ばす。レブロンの評判はすぐに広まり、高校はこのシーズンの開幕戦を、アクロン大学のアリーナで開催し、観客5000人を集めた。 さらに連覇がかかった州タイトルの決勝戦では1万7000人が集まり、レブロンのチームは優勝を果たした。またレブロンは、州史上二人目となる2年生でのオハヨ州、ミスタースケットボールに選ばれ、また USA トゥデイ市選出のオール USAA、ファーストチームにも名を連ねた。すでに全国区となっていたレブロンは、NBA のスカウト陣の注目も集め、NBA のワークアウトにも招かれた。 アメリカンフットボールのワイドレシーバーとしても優秀だったレブロンはこのシーズンに州のオールファーストチームにも選ばれていたが怪我をしてしまいバスケット一本に絞るようになった3年目のシーズンチームは州の第2部に昇格したが州タイトル3連覇は果たせなかったレブロンは29.7得点8.3リバウンド5.7アシストの成績で ゲータレード選出の年間最優秀選手に選ばれ、また高校生としては、ケビン・ガーネット以来となる、スラムマガジンの表紙を飾った。他にも、スポーツ・イラストレーテッド、ESPN マガジンなどでも表紙を飾り、全米から大きな注目を集めた。4年目のシーズン、レブロンは31.6得点9.6リバウンド4.6アシストの成績で3年連続の、 ミスターバスケットボール、オール USA ファーストチーム、2年連続のゲータレード年間最優秀選手に選ば、高校オールスターゲームである、マクドナルドオールアメリカンゲームでは MVP を受賞した。全米にテレビ中継された試合は、高視聴率を収め、また週タイトル決勝戦では18,454人の観客を集めた。チームは40から36で勝利を収め、 一年ぶりに、州チャンピオンに返り咲いた。このシーズン中、レブロンの誕生日のために、母親が、高級車、ハマー H2 を送ったことを、オハイオ高校体育協会が問題視し、レブロンは2試合の出場停止処分を受けている。アメリカンフットボールでも1年の時に、クォーターバック、2年、3年の時にワイドレシーバーとしてプレーした。大学には進学せず、 NBA ドラフトにアーリーエントリーした。在学中にナイキと7年間で総額9、0ドル、他にもアッパーデックと5年間で総額500万ドルという契約を結ぶなど、商業的にも注目を集めていた。セントビンセントイコールセントメアリー高校を卒業後、レブロンは2004年の NBA ドラフト全体1位で、クリーブランドキャバリアーズに指名され、18歳の若さで、 NBA 入りした。ルーキーイヤーとなった2003から04シーズン、レブロンはサクラメントキングスとの開幕戦で25得点6、リバウンド9アシスト4スティールと全評判通りのオールラウンドの働きをしてみせた。11月から翌年の4月までのイーストのルーキーオブザマンスを独占し、シーズン成績は20.9得点5.9アシスト5.5リバウンドだった。 ルーキーイヤーに20得点をアシスト5リバウンド以上を達成したのは、オスカー・ロバートソン、マイケル・ジョーダンに続いて、史上3人目であった。また、NBA オールスターゲームには出場できなかったものの、ルーキーチャレンジでは1年目選手のチーム最多の33得点を挙げた。キャバリアーズは、前年より勝ち星を十八勝増やし、十五勝十七敗の成績を残すが、 プレイオフ進出は叶わなかった。ルーキー・オブ・ザ・イヤー、新人王の投票では得点、リバウンドで、新人1位の成績を残し、プレイオフに出場した、ベンバー・ナゲッツのカーメロ・アンソニーとの争いになったが、レブロンは508ポイントを獲得、カーメロ・アンソニーは430ポイントし、新人王を獲得した。翌04から05シーズンにはそれまで苦手とされていた。 アウトサイドシュートを向上させ、さらに得点力がアップ。2005年1月19日には最年少、20歳と20日でのトリプルダブル達成。同年3月20日には最年少、20歳と80日での1試合50得点以上を達成し、NBA オールスターゲームにも初出場を果たした。シーズン成績は27.2得点7.2アシスト7.4リバウンドで、 オスカー・ロバートソン、ジョン・ハブリチェック、ラリー・バード、マイケル・ジョーダン以来5人目の27得点、7アシスト、7リバウンド以上達成となった。チームも42勝40敗と前年からさらに勝ち星を増やしたが、カンファレンス8位のニュージャージー・ネッツと同率の9位になり、プレーオフ出場はならなかった。05から06シーズンは、レブロンにとってもチームにとっても、勝負の年となった。 レブロンはプロ入り3年目としてチームでの結果を求められ、チームはこのシーズン後に FA となるレブロンと契約延長るためにも、より勝てるチーム作りをしなければならなかった。チームは補強に乗り出すが、目玉であったラリー・ヒューズは怪我でシーズンの大半を欠場し、その他の補強組も期待したほどの活躍を見せず、レブロンを取り巻くチーム状況にさして変化はなかった。 しかしレブロンは、自身初の決勝ブザービーターを決めるなど、これまで足りないと言われてきた勝負強さも兼ね備えるようになり、チームを勝利に導ける選手にまで成長。チームは大きく躍進し、50勝32敗の成績で8年ぶりにプレーオフ進出。自身も2度目のオールスターゲーム出場で29得点、6リバウンドを挙げて、最年少のオールスター MVP に輝き、 レギュラーシーズンでは初の30得点オーバーとなる31.4得点7.0リバウンド6.4アシストという好成績を残した。またトッププレイヤーの証明であるオール NBA ファーストチームに初めて名を連ね、MVP 投票ではスティーブ・ナッシュに次いで2位だ。初のプレイオフでは1回戦のワシントン・ウィザーズとの第1戦でいきなり31得点11リバウンド11。 アシストのトリプルダブルを叩き出す。シリーズを四勝二敗で制すると、カンファレンス準決勝では、レギュラーシーズン一位のデトロイトピストンズ相手に三勝二敗と、リードを奪うが、そこからに連勝されて敗退した。零六から零七シーズン、チーム戦績は五十勝三十二敗で、前、シーズンと変わらなかったが、プレーオフでは、順調に勝ち上がり、自身初の、また、 チームとしては1992年以来のカンファレンス決勝に進出。前シーズンに敗れたデトロイトピストンズ相手にダブルオーバータイムまでもつれたシリーズ第5戦では48得点。オーバータイムではチームの全得点を上げるなどの活躍を見せ、4勝2敗でこのシリーズを制し、自身とチーム史上初の NBA ファイナルに進出した。ファイナル、サンアントニオスパーズとの対戦では、 ディフェンスのスペシャリストであるブルース・ボーエンマッチアップとスパーズの強固なチームディフェンスの前に苦しみ4戦全敗で敗退。ファイナル中のレブロンはフィールドボール成功率35%と制裁を書いた。07から08シーズンのレブロンの活躍は華々しく、得点の分野では年2月27日のボストンセルティックス戦で通算1万得点を達成。 史上最年少の23歳59日での達成は、これまでの最年少記録のコービー・ブライアントの24歳193日を大幅に更新した。またトリプルダブル7回達成は、チーム最多記録、2試合連続トリプルダブル2回、達成は1988年のマジック・ジョンソン以来の快挙であった。3月5日のニューヨーク・ニックス戦では50得点。 10アシスト以上を記録したリーグ3人目のプレイヤーとなった。オールスターゲームでは2回目のオールスター MVP に輝いた。このシーズンの成績は30.0得点7.9、リバウンド7.2アシストと MVP 級の数字を残し、自身初のリーグ得点王に輝いた。一方でチームはオフの補強がうまくいかず、シーズン序盤から苦戦を強いられ、 45勝37敗と、レブロンがキャブ推理して、以来初めて勝率を落とした。プレーオフ1回戦では、ウィザーズと3シーズン連続で対戦。このシリーズでは、ウィザーズのデショーン・スティーブンソンによるレブロンへの挑発行為が話題を集めたが、チームは4勝2敗でウィザーズを退け、カンファレンス準決勝に進出した。準決勝の対戦相手はこのシーズンリーグ首位の成績を収めた。 ボストンセルティックス。レブロンは、セルティックスの強力ディフェンスの前に苦しみ、得点が伸び悩んだが、チームはセルティックスを追い込み、最終第7戦まで粘った。第7戦でようやく本来の姿を取り戻した、レブロンは、45得点を記録して、セルティックスを追い詰めたが、勝利は逃し、2シーズン連続のファイナル進出はならなかった。08から09シーズン。 レブロンは28.4得点7.6リバウンド7.2アシストを記録し、チームもリーグトップの66勝16敗をマーク。チームをカンファレンス1位に導き初のシーズン MVP を獲得した。プレーオフに入っても絶好調を維持し、1回戦カンファレンス準決勝を共に4勝0敗で突破するなど優勝候補の最右翼となった。しかし、一転。 オーランドマジックとのカンファレンス決勝では、戦の末、ホームでの第一戦を落とす。第二戦、2点ビハインドで迎えた残り1秒で、スローインからボールを受けたレブロンが劇的な3ポイントのブザービーターを沈め1勝1敗と、さらに古群奮闘した敵地オーランドで、計3敗を喫し、結果として2勝4敗で、プレーオフを終えた。試合後、 相手のマジックの選手の検討を称えず無言でコートを後にし、試合後の記者会見も放棄して帰ったことで批判を浴くた。レブロンはこの件についてチームは負けたかもしれないが、俺は勝者だなどと疑問を呈する発言を残した。0球から10シーズン、レブロンは29.7得点7.3リバウンド8.6アシストを記録、チームとしても61勝21敗で2、 シーズン連続でリーグ勝率1位に導き、本人も2シーズン連続でシーズン MVP を獲得した。プレーオフではカンハレンス準決勝でボストンセルティックスに2勝4敗で敗退した。シーズン終了後、フリーエージェントとなった彼はキャバリアーズ、シカゴブルズとも契約交渉を行っていたが、マイアミヒートと契約。ドラフト同期の同ンウェイド、 クリス・ボッシュらとチームメイトとなりビッグ3を結成した。10から11シーズン3人のスターが集まったヒートは大きな注目を集めたが開幕1ヶ月は勝率5割前後と低迷し大きな批判を受けた。その後もチームプレーの完成度は一進一退であったがスリーキングス個々の圧倒的な個人技で勝ち星を重ねディビジョン優勝を果たした。 三人のスターが存在するためボールをシェアすることから、個人成績は低下すると予想されたが、レブロンは26.7得点7点をリバウンド7.0アシストとキャブス時代と変わらぬ、ハイレベルのスタッツを記録し、新チームでもエースとしての役割を務め、オール NBA ファーストチームに選出された。プレーオフでも存分に活躍した。特に、 ボストンセルティックスとのカンファレンスセミファイナルでは、シーズン中は、制裁を欠いていた、ウェードの活躍もあり勝利、キャバリアーズに所属していた時から何度もニエを飲まされてきた強敵へ勝利したことで男泣きする場面を見せた。カンファレンスファイナルでのシカゴブルズとの試合でもこの、シーズン上最年少で MVP に輝いた、デリック・ローズのマークをするなど、 公衆にわたって充実したパフォーマンスを示して、自身4年ぶりとなる NBA ファイナルに進出し、ダラス・マーベリックスと対戦。しかしファイナルを通して低調な内容に終わり、特に勝負所の4球での勝負弱さ、消極性にメディアからは批判が集中した。レブロンがファイナルで記録した平均17.8得点は、レギュラーシーズンの平均26.7得点からは、 実に8.9得点も下がっており、この落差は NBA 歴代ワースト記録となった。また、第5戦の試合前、風を押して出場していたダークノビツキー・オウェードと共に、茶化かすような仕草がカメラに捉えられて、騒動となった。結局ヒートは2勝4敗で敗退し、またしても優勝には届かなかった。オフシーズン、ヒートに移籍した経緯やファイナルで期待された活躍が、 できなかったことからも自身の評価を大きく下げるとともに NBA ファンや関係者、メディアからは激しいバッシングが巻き起こった。2011から2012シーズンの NBA はチームオーナー側と選手会の間での収益配分に関する労使交渉がまとまらず、プレシーズンゲームは全て中止となっただけでなく、当初11月初めに開幕する予定が少なくとも2週間以上。 遅延することが決定このため、オーナー側は、チーム施設に対するロックアウトを行い、レブロンを含む選手は、チームとしての練習が行えない状となった。この間に、レブロンは、トレーニングを兼ねて、高校のアメリカンフットボールの練習に参加したため、NFL への転向が取り沙汰された。これを受けて、シアトルシーホークスのピート・キャロルヘッドコーチが、 NFL 最低年俸でなら獲得しても良いとの意向を表明し、レブロンもロックアウトで一戦も稼げない、今よりハイ、はい、として同意。しかしその後11月末に NBA の労使交渉が妥結し、ロックアウトが解除されたため、NFL 転向話も自然消滅した。オフシーズン、チームにローポストゲームができる選手が必要と感じると、自らその役を買って出て、 アキーム・オラジュアンの下で、ポストムーブのイロハを学んだ。11から12シーズンは、ロックアウトのため、レギュラーシーズンが66試合となる、短縮シーズンでの開幕となった。剣道従来を目指したレブロンは27.1得点7.9リバウンド6.2アシストフィールドゴール成功率53.1%と、支配力を増し通算3回目のシーズン MVP を獲得した。 インディアナペーサーズとのカンファレンス準決勝で波乱が起こった。第一戦でビッグ3の一角であるクリス・ボッシュが下腹部の怪我で離脱してしまい、その影響でチームにほころびが見え始める。大差で負けた第三戦では、ドーエインウェイドが試合中にヘッドコーチと衝突する場面も見られ、チームは一勝二敗、ホームコートアドバンテージを失う。しかし第四戦レブロンが奮起。 40.18、リバウンド9アシストの超人的な活躍で敵地で貴重な勝ち星を挙げ、ホームアドバンテージを取り戻すとともに、チームに流れていた暗雲を振り払った。この第4戦のレブロンに対し、ウェードもこんなに試合を支配できる選手は初めて見たと脱帽した。この試合をきっかけに、ウェードが本来の姿を取り戻し、チームもその勢いのまま4勝2敗でシリーズを、 突破する。カンファレンス決勝の相手は、ボストンセルティックス、4年前の王者と手追いのヒートでは、前者に分があり2勝3敗で追い詰められる。しかし、第6戦、またもやレブロンが敵地で4 5 1号リバウンド、5アシスト、フィールドゴール成功率73%と完全に、試合を支配し再びチームの危機を救う。このシリーズの、 第5戦から復帰した、ボッシュの活躍もあり第7戦を制し、2年連続ファイナル出場を決めた。ビッグ3結成以来、ヒートは、レブロンとエイドどっちのチームかとたびたび言われ続けてきた、ファイナルまでの道のりで何度もピンチを救いチームを引っ張ったレブロンに対し、この時にはエイドは初めて、レブロンについていくとチームを譲るような発言をした。ファイナル3度目の挑戦の相手は、 得点をケビン・デュラント率いるオクラホマシティ・サンダー。同ポジションのスーパースターによるマッチアップに期待が集まったがレブロンがデュラントにディフェンスすることはあったがディフェンスに何のあるデュラントはレブロンにつけなかった。レブロンにディフェンスでつける選手をサンダーは持っておらず常にミスマッチが発生しポストアップやドライブで果敢にゴールにアタックするとともにインサイドアウトからのパスを止められず ヒートが4勝1敗でシリーズを制した。特に第4戦では、足の痙攣を起こして、ベンチに引いたものの、その後足を引きずりながら出場して、勝利を呼び込む 3P を決めた。ファイナル通して28.6得点10点に、リバウンド7.4アシストと攻守にわたって活躍し、最終戦では、トリプルダブルも記録したレブロンは、満場一致で、ファイナル MVP に選出された。 シーズン MVP とファイナル MVP を同じシーズンに受賞したのは2003年のティム・ダンカン以来 NBA 歴代でも10人しかいない。12から13シーズン悲願の優勝を果たし名実ともにキングとなったレブロンは1月16日ゴールデンステートウォリアーズ戦で史上最年少で通算2万得点を達成。さらに NBA 歴代2位の連勝新記録となる27、連勝、リーグ最高勝率の66勝16敗と、マイアミヒートのチーム記録を塗り替える大きな原動力になった。76試合に出場し、2 6 8 8イリバウンド7点にアシストフィールドゴール成功率56.5%、3P 成功率40%とキャリア最高のシュート効率を記録し、 通算4回目のシーズン MVP を獲得した。これまでシーズン MVP に4回以上選出されたのは6回のカリーム・アブドゥル・ジャバーをはじめ5回のマイケル・ジョーダンとビル・ラッセル、4回のウィルとチェンバレンだけでレブロンはこの伝説的な選手たちに続いて5人目の選手になった。ファイナルの相手は6年前若きレブロンとキャバリアーズをファイナルでスイープをした。 サンアントニオスパーズだった。レブロンもファイナル前の会見で、スパーズへのリベンジへ自信を見せた、スパーズの組織的なディフェンスを崩すことができず、2勝3敗で、大手をかけられる。第6戦、スパーズが優勢、4球開始の時点で2桁のビハインドを追ったが、ここからレブロンが、トレードマークのヘッドバンドが取れても気にすることなく、なりふりがまわないアグレッシブさを発揮し何とか試合を、 金差まで持ち込む。残り28秒5点ビハンドで大方スパーズの優勝が決まったかに見えたが、レイアレンが同点のスリーポイントでオーバータイムに持ち込み劇的逆転勝利。レブロンはこの試合32.10リバウンド11アシストを記録、シリーズで初めて本来の活躍を見せ第7戦に持ち込んでみせた。NBA ファイナル第7戦、試合を決めたのはレブロンだった。 スパーズのシリーズを通して、レブロンのペネトレートを封じるという作戦の完全に、裏を書くように、フィールドゴールのほとんどを、ジャンプシュートで決め、スリーを5本を含む37点、NBA ファイナル第7戦の歴代、最高得点対記録、そして4球終了までもつれた激戦をレブロンが、ジャンパーを珍試合を決めた。レブロンが昨年に続き、ファイナル MVP を受賞。 またこのファイナルでは2回のトリプルダブルを記録しており、これはマジック・ジョンソン以来となる NBA 史上2人目2シーズン連続でシーズン MVP とファイナル MVP を同時受賞した選手は NBA 史上マイケル・ジョーダンとレブロンの2人だけである。13から14シーズン、レブロンはシャキール・オニールとコービー・ブライアンと率いるレイカーズ以来となるスリーピートを目指すこととなった。 11月5日のトロントラプターズ戦において500試合連続2桁得点を達成する。この記録はカリーム・アブドゥル・ジャバー、マイケル・ジョーダン、カール・マローン、モーゼス・マローンらに続き5人目である。2014年3月3日のシャーロット・ボブ・キャッツ戦に自身のキャリアハイ、ヒートのフランチャイズレコードとなる61得点を記録した。ファイナルは昨と同じスパーズが 相手となったが、それまで噛み合っていたオフェンスが、スパーズの固い守備によって封じ込まれ、さらにスパーズの流れるようなパス回しに、ディフェンスが翻される。レブロン一人が奮闘する場面が目立ち、結局ヒートは1勝4敗で敗退し、3ピート達成とはならなかった。シーズン後、ヒートから FA となっていたが、2014年7月11日に、 クリーブランドキャバリアーズへの復帰を発表した。チームは NBA ファイナルまで進出。キャバリアーズはケビン・ラブ、アンダーソン・バレジャーを怪我で書いており、さらにカイリー・アービングも第一戦で膝皿を骨折し戦列を離れたが、レブロンは第一から三戦で合計123得点を記録し、史上最高記録、チームも2勝1敗でリードする。しかし第戦から連敗し、 二勝四敗で優勝を逃した。オフには FA となっていたが残留が決まった。11月2日のフィラデルフィアセブンティシクサーズ戦で史上最年少30歳307日で2万5000得点を記録。11月23日のオーランドマジック戦で NBA 通算6395アシストを記録し NBA 歴代25位に浮上した。 2016年2月5日の NBA、オールスターにおいて13得点を決めたことで、オールスター通算得点を29に伸ばし、コービー・ブライアントを抜いて、歴代トップに浮上した。ファイナルでは1勝3敗から、史上初の逆転優勝を果たし3度目の MVP を獲得。得点、リバウンド、アシスト、スティール、ブロックで、両、 チームトップを記録したファイナル市場所。2016年8月11日、キャバリアーズと3年に1億ドルで再契約。2016から17シーズンはリーグトップの3100万ドルの年俸でスタートすることになった。2017年11月3日のワシントンウィザーズ戦で9団体記録の1試合57得点を記録し、 さらに史上最年少の通算2万9000得点も達成した。2018年1月23日に行われたサンアントニオスパーズ戦で史上7人目の通算3万得点を達成した。33歳24日での達成は、レブロンと同じく高卒ルーキーとして NBA 入りしたコービー・ブライアとの34歳104日を抜き史上最年少での記録達成となった。 また、通算3万得点、7000リバウンド、7000アシストを達成した、史上初の選手になった。2018年2月18日に、ロサンゼルスのステープルズセンターで行われる NBA、オールスターゲームに先発出場することが発表された。ファン投票で最多となる263万8294票を獲得したことにより、レブロンは、 オールスターゲームの自チームのキャプテンとなり、今年のオールスターから実施されるオールスタードラフトで選手をなする立場となった。オールスターでは29得点、10リバウンド、8アシストを記録し、チームレブロンが148から145で勝利した。試合後レブロンはキャリア3度目となるオールスター MVP に選ばれた。2月27日に行われた ブルックリンネッツ戦で31得点、12リバウンド、11アシストを記録。これにより、自身初の月間平均トリプルダブルを達成した。さらに史上初の通算3万得点、8000リバウンド、8000アシスト以上を達成した選手となった。フロントコートの選手が8000アシストを記録したのは、史上初であり通算アシスト数でも現時点で一番目に多い数となった。 2018年3月25日に行われたブルックリンネッツ戦で37得点、10リバウンド、8アシストを記録。試合はキャバリアーズが121から114で勝利した。レブロンはこの試合でキャリア通算10度目のシーズン2000得点を達成した。この記録を達成しているのはカール・マローン、マイケル・ジョーダン、レブロンの3人のみである。3月30日に行われた。 ニューオーリンズ・ペリカンズで連続2桁得点試合記録を867試合とした。これにより、マイケル・ジョーダンの記録を抜き歴代サイトとなった。2016年にキャバリアーズと結んだ3年契約の最終年はオプション契約、つまり選手側から契約を破棄できる契約となっており、2018年6月にレブロンは契約破棄を選択してフリーエージェント取った。 2018年7月1日、ロサンゼルスレーカーズと総額1億5400万ドルの4年契約、4年目はプレイヤーオプションを結んだ。NBA での1年目が終わった2004年の夏にアテネ五輪にアメリカ代表として出場したが、ベテラン重視のラリー・ブラウン HC の方針により、平均14.6分と満足な出場時間を得られず5.8得点。 2.6リバウンドの成績にとどまり代表チームは4、大会ぶりに金メダルを逃し、現役 NBA 選手が参加して、初めて金メダルを逃すこととなり銅メダルに終わった。2006年に日本で開催されたバスケットボール世界選手権では、ドウェイン・ウェード、カーメロ・アンソニーと共に3人のチームキャプテンの1人に指名され、主力選手の1人としてプレーし、 14.8得点4.8リバウンド4.1アシストの成績を残したが、代表チームは、またしても、銅メダルに終わった。2008年開催の北京オリンピックでは、全試合安定した成績を残し、スペインを破って見事金メダルを獲得した。2012年開催のロンドンオリンピックでは、チームキャプテンに指名され、ケビン・デュラントと共にチームを引っ張った。 決勝でも重要な場面で 3P を決めたり、実質的なエースはレブロンであったが、デュラントに点を決めさせるというチームの方針通り司令塔として、またよりオールラウンドな活躍を見せて、アメリカ代表としては初のトリプルダブルを記録し、2大会連続でアメリカに金メダルをもたらした。得点力、パス能力のほか、ポイントガードからセンターまでガードできる守備力も、 合わせ持つオールラウンダー。長身選手でありながら、ガードのスキルを有している。ポイントフォワードと称され、5つのポジションをこなすことが、できる。キャリア初期に課題だったディフェンスも2008から09、シーズンを皮切りにオールディフェンシブファーストチームの、常連にな、現在では、守備面もトップクラスの選手になった。ヒート入団当初は、身体能力に頼りプレイする傾向にあった。 マイケル・ジョーダンとよく比較されるが、ジョーダンよりマジック・ジョンソンに近いという意見が多い。シャキール・オニールは若き日のレブロンはマジック・ジョンソンに近い選手だ。だから彼はジョーダンの能力を備えたマジックみたいなものだ。と述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。